最近世の中が被害者が圧倒的にバカを見る世界だし、かといって真面目に生きている人が最下位を向かれることがあれば理不尽な目で被害を被ることもあるし、こんな世の中が嫌になってきたんだけど、どうすればいいでしょうか。最近女の人の悪いとこが目についたり、世の男性がこれだからなっていう言い分分かるなって思い始めてきた。ただだからって女の人を見下したくないし、どうしたらいいでしょうか。人それぞれ。ただ、被害者がバカを見る世界にはならない方がいいと思ってるので、正義というものが世の中にあった方がいいと僕は思ってるんですけど、でもね、なんか裏金問題とか統一教会のとかって別にどうでもいいんじゃねっていう風に考える人がそこそこ日本の半分近くはいそうなので、そうすると正義というのは後回しになってしまうんだよねっていうのがあるので、ただまあ日本の人がそう考えるのであれば、日本に住まないっていうのも選択肢だと思うんですよ。なので僕はその裏金とか統一教会とかって、正義の問題だと思ってるので、なんとかした方がいいと思うんですけど、でも別に統一教会で誰が困ろうと知ったことじゃないし、政治家が裏金もらったとしても別に俺の懐痛むわけじゃねえっていうのも考え方としてありだと思うんですよ。なので、その国に生きていくっていうのでもいいんじゃねえと思えばそれだし、で、ただ僕は間違ったことをやって困ってる人がいたとしても自分とは関係ないよねってほっとくという社会に居続けるというのにあまり快適さを感じないので、なのでそうじゃない場所でも生きられるようにしたいと僕は思うタイプなんですよ。これ人それぞれで。なので僕は日本を変えることはできないので、日本人の多数がその正義というのを後回しにするのであれば、じゃあ僕はその日本じゃない国でも生きれるようにしといた方が嫌なものを見ないで済むなと思ってるんですよ。被害者が圧倒的にバカを見る世界というのに続けると、やっぱりそういうニュースを目にして嫌な気分になるじゃないですか。例えばそのインドとかだと女性がレイプされて殺されてもしょうがないよねっていう国なんですけど、なんでだから毎日インドに住んでたらやっぱり僕きついと思うんですよ。でもそれがいい、しょうがないよね、いいよねと思う人は別にインドでも暮らせていけると思うんですけど、なんで、旅行者として、こう、世界中転々としてるっていうのが多分嫌な面を見ないっていうのが一番幸せだと思うんですけど。なので、もし、こう、嫌なものを見たくないのであれば、他の場所に行くという選択肢を持てるようにするというのが、僕の選んだ、今のところの結論で。やっぱり僕一人で社会を変えるはできないので、なので、社会を変えるよりは自分の居場所を変えるという方が楽なんじゃないかなというふうに思ってます。日本の経済の平和、今後不足はもう無理なのか、大人が子供世代ものには何ができると思いますか？まず、日本が平和かどうかと、日本人が関与できることというのはもうほとんどないと思います。例えば、じゃあ、ロシアとウクライナの戦争が勝つか負けるかを決めるのはアメリカ人です。トランプ政権になると多分ウクライナは負けます。トランプさんって、ロシア・ウクライナ戦争が起こった理由はバイデン氏であるって言ってるんですよ。バイデン氏が、ロシア、本来戦争が起こったのはなぜかっていうと、ロシアが攻めてきたから、プーチン大統領が悪いだろうになるんですけど、プーチン大統領を攻めないんですよ、トランプ大統領は。なので、その攻めさせたバイデン大統領が悪いと。で、その外国であるウクライナにこう弾薬とかいろいろ送り込んでるっていうのは、そのアメリカ人が税金払ってやるようなことじゃないよね。だから基本的に支援は減らすと言ってたりするので、なのでそうすると多分ウクライナとはロシアの戦争だとウクライナは負ける可能性高いんですよ。で、仮にそのカマラ・ハリスさん、バイデンさんが若かった場合は、ウクライナ支援がそのまま続くので、結果としてこうロシアの負けってなる可能性もある。なので、じゃあロシアとウクライナの戦争なんだけど、実際にそれを決める権限があるのが誰なのかっていうと、アリゾナ州とかペンシルバニア州とか、ミシガン州とか、スイングステートと呼ばれる州に住んでるアメリカ人が決めることになります。これ前も言ったんですけど、カリフォルニア州の人たちはカマラ・ハリスさんに入れるよねとか、ニューヨークの人カマラ・ハリスさんに入れるよねとか、で、中央アーカンソー州とかになると、じゃあそれトランプさんに入れるよねとか、州によって誰に入れるかも大体決まってるんですよ。なので、決まってない州というスイングステートと呼ばれるところが、アリゾナとかペンシルバニアとかっていうのがちょこちょこあるんですけど、ミシガンとか。で、そういうところがトランプさんに入れるとトランプ大統領になるし、そういうところの人がカマラ・ハリスさんに入れるとカマラ・ハリスさんが大統領になって結果としてウクライナが勝つってなるので、なのでヨーロッパで起きたロシアとウクライナの戦争なんだけど、決めるのはヨーロッパとかロシアに一度も行ったことがないアメリカの中央府にいるスイングステートの人たちっていう、オクラホマもスイングステートですね。はい。っていうぐらいの状況なので、多分日本が平和かどうかでいくと、ここから10年以内に中国が台湾に戦争する可能性は 80% ぐらいのことを、確かアメリカの海軍大将かなんかの人が言ってるんですよね。で、そうすると、その台湾と中国が戦争を始めました。その時に、じゃあアメリカがトランプ大統領だと多分ほっとくでしょうと。
逆にその、あの、民主党系のカマラハリスさん勝ってるんだったら、ひょっとしたらそこは台湾を助けに行くというのをやるかもしれません。そうすると、台湾を挟んで、結果的にそのアメリカと中国が戦争をすることになりますとなると、もちろんあの軍事同盟、アメリカと日本は結んでるので、じゃあアメリカを支援しなければいけないのね。で、そのアメリカの米軍基地自体は日本にあるので、じゃあそうすると、アメリカと中国が戦争をするんだったら、アメリカの基地を攻撃してもいいよね。で、アメリカの基地はじゃあ岩国とか横田とか、沖縄とかにあるよね。じゃあそこにミサイルを落とします。というのも、戦争当事国の基地にミサイルを起こすことは国際法上問題ないんですよ。まあ、あの、最近だと、あの、イスラエルの兵隊が、あの、国連軍の職員を、あの、国連軍の兵隊に撃つ、あの、弾を撃つっていうのをやって、あの、一応国連の中ではブーイングなんですけど、でも今のところイスラエルにペナルティはないので、なので中国がじゃあ、そのアメリカの基地に攻撃をするというのがあったとしても、まあ、それはそうだよね、戦争なんだからっていうところで、多分国際法で問題にはならないんですよね。ただそこの基地というのが、じゃあ沖縄にありますとか、山口県にありますとか、じゃあ、その神奈川県にある、横須賀港ですとか、じゃあその横田基地で立川にありますとかだと、結局被害を受けるのって日本人なんですよ。なので、それが平和かと言われると、まあ、あの、中国のミサイルが飛んでくる可能性もありますよっていうので、でもそれを決めるのは日本人ではありません。はい。アメリカ人が決めます。だからその、日本が戦争が起こるかどうかというのは基本アメリカ人が決めると思った方がいいんじゃないかなと思います。自分なりにいろいろ頑張ってきたのですが、世界が全く平和になりません。生きてる間に他国と他国の戦争なくなると思いますか？思いません。増えると思います。自分の身の回りを平和にするということは可能だと思うので、例えば山の中で文明がなくなったとしても、川の水で暮らしていて、そこら辺歩いてる動物殺して食うっていうのをやれば、別にあの文明がどうなろうと、その自分の周りと自分の子孫を食わせることはできるっていうのがあるので、なのでその世界を平和にするのではなく、自分の身の回りの人を助けられるっていう能力を身につけるっていうのであれば、その周りだけはずっと平和でいられるので、なのでそういう生き方もあるんじゃないかなと思います。いやー、だからね、本当にね、だからほら、やっぱ性欲強いとさ、子供増えるじゃん？で、戦争とか何があったとしてもさ、山の中で動物殺してれば食えるじゃん？だからね、人類の中でやっぱりあのタイプというのが、生き残るというのが、結果としてこう人類にとっては大事なのではないかなって思うんですよ。なのでね、こう、性欲のないやつはやっぱりこう、弱いんですよ。その生き物として強いし、性欲も強いだと思うんですけど、平和とは何ぞや。平和というのはね、自分の周りが不幸にならないことなんですよ。例えばその、日本の場合って、その、アフリカで内戦がありましたとか、マリ共和国というところでボコハラムという人たちが大活躍して、で、そこで若い女の子たちから拉致られて、強姦されまくってますとかっていうのって、ニュースにすらならないですよ、日本語では。なので結局その日本の場合って日本語の通じる人たち、日本語圏の人たち、で、もしくは自分の周りの人たちが幸せだったら平和というふうに考えるもので、自分のここまでは守れるよねという範囲を決めて、その中の人たちが幸せであればそれは平和であるというふうに日本の人たちは考えるんですよね。なので、自分の周りだけ考えるっていうのであれば、全然平和でいいんじゃないかなと思う。だから、結構ね、その、ウクライナとロシアっていうのが、じゃあ戦争してますとか、ガザ地区とかイスラエルとか戦争してますっていうのでも、知ったこっちゃねえやってなれば、平和なんですよ。いや、その、ガザの人が死のうが、イスラエルの人が死のうが、知ったこっちゃねえよっていう感覚になると、俺の周りは平和っていう。でも、結局、人間ってそういうものなんですよね。で、ただリベラル系の人たちとかっていうのは、その自分の周りの範囲というのを結構広めに取るので、できる限り世界中の人たちが幸せになってくれた方がいいよねっていう、独善が強いんですよ。自分と全く関わらない人たちでも、幸せに暮らせてる方が、なんとなく気持ちよくなれるという、個人的なエゴが結構強いんだと思うんですよね。なので、割と、僕、ウクライナにね、500万ぐらい寄付したんですよ。で、それが、じゃあ、なんだろうな、何の役に立つかというと、全く役には立たないんですけど、ただ、正義というものが、きちんと、うまく機能している社会の方が、結果として、地球人類がでも幸せになっても別に意味ないのか。まあでもなんかその正義というものが生き残っている方が多分社会にとって幸せな人が増えて結果としてなんか僕がなんかいろんなところに旅行してた時も楽しいよねっていうっていう自己満足の一端としてその
正義というのは、やっぱりその、実現されるべきであるというふうに思ってるんですよ。その正義が実現されないと、あの、権力のある者が何かをやったとしても、それに逆らえないということになってしまうんですよね。なので、あの、昭和の時代にじゃあ、パワハラセクハラが何で多かったかというと、あの、正義が実現されてなかったからなんですよ。要は、正義と権力っていうのがあって、権力というのは常時強い。ただ、正義が強いと、権力によって弱者が何らかしらやれたときに、正義の方が強いので、権力者を罰することができるんですよ。でも、正義がなくなってしまうと、権力者を罰することができなくなっちゃうんですよね。なので、じゃあ、あの、賄賂もらい放題とか、裏金やり放題とかでも、その正義というものが強さを持ってないと、権力を持ってる人がやり放題で、俺たちが法律作るんだから、これ全然無罪じゃねっていうのをやっちゃって、で、じゃあ、検察庁も一番偉い人俺たちが決めるんだから、じゃあ、俺たちのことを無罪にしてる奴を検察庁の一番偉い人にしようぜって言うとできちゃうんですよ。なので、基本的にはその権力者というものに、その、逆らうことは庶民はできないので、なので、庶民が権力者を何とかしようと思うと、正義が実現できてないといけないんですよね。なので、まあ、本来であれば、検察が正義じゃなきゃいけないんですけど、検察正義じゃないんで、今はね。なので、その、お天道さんは見てる的な、その正義というものを実現できる機関というものがあった方がいいんじゃないかな、っていうね。とはいえ、僕、権力者なんで、多分、僕はね、権力を使って何とかできる側なのかもしれないんですけど、まあまあまあ、どうなんだろうね。あの、話次いきます。経済政策は分配中心ですが短期的なものにしか見えません。100あるパンを少し増やして130ぐらいにして仲良くわけでも内需にわずかに短期的に微小に増加して長期的にどうなるか全く見えません。日本は内需中心なので自国の中だけで潤えばいいのか、10万円給付、コロナ飲食店給付、消費税全く変化なし。これは超短期的なケインズ経済学みたいですが、世界大好況のようでフレキャップが大幅だから政府支出を70兆だけ。なぜ短期的なディバンドサイドばかりなんかサプライがないのかな。多分何をすると日本経済がうまく成長するかがわからないということなんですよね。政治家がうまくいく産業がわからない、当たり前なんですよ。だってビジネスマンじゃないし経営者じゃないから。官僚がわからないも当たり前なんですよ。だって経営者じゃないから。なので、なんかその官僚にその産業を作らせようってやると、なんかクールジャパンみたいなやつで、なんかそこから中にお金ばらまいたけど何にも増えませんでしたみたいなことになるので、なので基本的にはその政治家とか官僚に産業を作ることはできないっていうところを、その政治家とかその公務員だったり官僚が理解すればいいんですけど、残念ながらその政治家と官僚って自分たち優秀だと思ってるので、自分たちだったら産業を作れると思い込んじゃってるんですよ。投票する国民もバカなんで、政治家と官僚がこういう産業を作りますって言ってるのを真に受けて信じるんですよ。お前らにはできねえよっていうのをさっさと現実を見れば分かると思うんですよね。じゃあ昔その半導体もなんか LP ダメモリーみたいなのやって失敗しましたとか、じゃあそのアナログハイビジョンみたいなのやって失敗しましたとか、でじゃあ IT 企業とかっていうのも今その日本で全然遅れてますよねっていうのがあって、基本的にはその産業ってその官僚とか政治家が出張ってきたやつ大体失敗するんで、なので民間が自由にやれるようにした方がいいと思うんですけど、なんか堀江貴文こと堀江門を逮捕してみたりとか、まあ日産自動車っていうのが利益を出してきたら、その外国人経営者のゴーンさんを逮捕してみたりとかっていうので、こう足を引っ張りまくったりするので、なのでその経済政策っていうのを、経済政策っていうのは政治的なものっていう形で経済を良くしようとすると、政治家と官僚が出張ってくるので、なので経済政策を僕やるべきではないというか、やらない方がうまくいくんじゃないかなと思ってるんですよ。政治家が経済政策っていうのをやろうとすると、自分たちのお友達にお金を配ろうとするんですよ。例えばGoTo トラベルみたいなので、じゃあその旅行代理店にお金を配るっていうのが、あれがじゃあ日本中の観光業にお金を配られたのかっていうと、そうでもなくて、全国旅行協議会みたいなところに加入しているところに配られたりとか、あと GoTo イートっていうのも、あれもその GoToイートって全てのレストランで使えるわけじゃなかったんですよね。 GoTo イートが使えるところって、そのグルナビだったりとかで、グルナビの会長がもともとその当時の菅首相にずっと献金をしていて、で確か菅首相の事務所のあるビルの不動産のオーナーとかだったかなっていう感じで、その仲のいい企業に対してお金を配るっていうのをやろうとするんですよ、政治家は。まあだってそうしないと自分の票だったり自分のその支持者が増えないからね。なのでその経済政策って
ていうのを政治家だったり官僚がやる限り、基本的にはその政治家 の, そのなんか思惑通り の, その自分たちのお友達に配って終わりっていうのになっちゃうので、なので経済政策という形で日本を良くするっていうのはもう難しいっていうのは僕は証明されてる気がするんですけどね。なので今回 の, あの10万円給付に関しても、その5万円がクーポンっていうので、まあ、前回も言いましたけど、その5万円のクーポンで払えるもの買えるものは何ですかってなると、多分自民党と仲のいい団体が一生懸命うちの商品もクーポンで買えるようにしてくださいよっていう陳情をして、でそこでなんかあの署名とか送ったりとか、お金とか献金とかしたところが多分クーポンで買えるっていう商品になったりするので、なのでじゃあその日本の経済を良くするのにどういう企業が儲かった方がいいのかっていうのでいくと、 GMO とか桜インターネットにめちゃめちゃ金突っ込んで、 AWS その Amazon のサーバーサービスだったり、 Google がやってる GCP っていうあの Google クラウドコンピューティングだったりみたいなものを作らせた方がいいと思うんですよね。で今だとそんなに研究開発のお金がないので、じゃあそのクラウドコンピューティングやろうってなっちゃうと、もう Amazon とか Google とかあの Microsoft の Azure 買っちゃえってなっちゃうんですけど、でもそうじゃなくて日本の会社にその金突っ込んで、で同じようなものを作ればできるんですよ、人力があれば。その誰も作ったことがない新しいものを作ろうとすると本当に天才がいないと作れないんですけど、そもそも AWS だったり Azure だったりってもう仕様が分かってるので、その仕様通りに動くものを金突っ込んで頑張って作ろうぜだったら可能なんですよ。ただそれがコストパフォーマンスの上でどうかっていうのはまた別の問題ありますよ。 Google とかだったら、じゃあそのあのなんかアイスランドみたいなあのそれ冷蔵のための費用が必要ないところでデータセンターバンバン作ったりとかあったりするので、なのであの費用対効果であったらうまくいかないかもしれないですけど、ただ API レベルで同じような機能を提供するっていうソフトウェアに関していくと金突っ込めば可能なんですよ。なのでそういうところに金突っ込んだ方が長期的には全然いいんじゃないかなと思う。